おたまことモネ様、ごきげんよう。言われた。はい、ということで、ザニンジャ、あれザニンジャ、じゃあ、化け物島だわ、今回。最近ちょっとね、ちょっと久々にアズモリやったから、こんがらがってきてますね。またね、やっていきましょう。化け物島です。はい。ちょっと待って、俺は見逃さなかったよ。今の一連の流れ、俺見逃さなかったよ。誰結構上の方だったの。またかよー。またこいつ、裏切ろうとしてる。ちょ、その前にここの喧嘩を一旦沈めるか。ちょ、俺の心も沈めたいからね。うん。どうも。誰と喧嘩してんの。ダオズと喧嘩してる。Z 選手はやめろ。腹が立ちます。ワンパンで死ぬぞ。仲直りしてこようと思います。やっぱワンパンでやるの嫌だったんだろうね。ちゃんと謝ればね、チャオズもね、聞いてくれるから、いい家住んでんな。いいな、羨ましいな、こいつの家。こんなかっちょいい家住んでんの、チャオズが。いや、そもそも家なさそうな。この間はごめんなさい。ああ、でも、しずえさんが謝ればね、チャオズも分かってくれるから。こちらこそごめんなさい。じゃあちょっと落ち着いたんで見に行きますか。どうだ？誰だ？なんでもないです。ほっといてください。いや、ほっとけないよ。ひも転送して。それは誰は。のことが、あ、いいんじゃない。いいじゃん。告白したいのですが。頑張れよ、エンジ。え、いいよいいよ、手伝ってあげるよ。どんな感じで告白したらいいですか。でもエンジ強いぜ。エンジ経験者が言わせてもらうけど、強いぜエンジは。じゃあどうしようかな。ヒモテンスを抜けたいです。あなたで卒業させてください。卒業、ちょっと2つの意味の卒業があるから、これはヒモテンスの脱却と、あともう1つの卒業がありますからね。これでいきましょうね。これちょっとクラッとくるんじゃない。エンジーも来るかなと思って。あー、来るね。いい女だねエンジーは。あー、夏っぽくていいじゃん。あ、でもなんか夏感あっていいね。うん、言ったね、あのセリフを。ヒモテンスも抜けたいです。あなたで卒業させてください。あ、いいね、あなたっつってね。あそこがフックになってるから。誰が来るかな。よろしくお願いします。はあ、僕エンジーの声が好きなんです。可愛いですよね。はあ、マジで。ちょっと待って、想定外だったなぁ。これ成功すんの想定外だったなぁ。いや、なんかちょっと軽い気持ちで、まあどうせ負けるしみたいな感じで送り出したけど、勝つと思わんかったなぁ。マジで。てかさ、この段階で幽霊つきまったってことだよね。俺こいつより下なの。ヒモテーズに新しく誰か入れてあげようかな。なんか間違い耐えちゃった。なんか間違えて入っちゃったけど入る。ヒモテーズなんかご飯も食べてないみたいだし、まずじゃあヒモテーズとしてご飯をあげよう。やっぱ納豆かな。ヒモテーズは基本的にモテないようにしないといけないから、みなりはみんなにモテないようにしないといけないから、まあじゃあ納豆でね、まあちょっと臭くなってもらって。うん、あー、納豆好きじゃないとヒモテーズにはちょっと入れないなー、これは。でまあ服あげよう。うん、かわいそうだから。じゃあこれ持ってたらこれあげよう。どうか似合うかな。あー、わからんな。なんかちょっと勘違いファッションみたいな感じで、ね、あなたにこのファッションは似合いませんみたいなファッションな。まあ雑誌そのままにしちゃったんだろうな。うん、服屋とか行ってそのままマネキンのやつ買っちゃったんだろうな。似合ってないな。でやっぱまだ T にはヒモテーズは早いよ。うん、悪いけど。ヒモテーズだってな、お高く止まってんだよお前。誰でもヒモテーズ簡単に入れると思うなよお前。ん？何だ？ちょっと聞いてもらえますか？え？何何何？え？実はノーベル賞に赤ちゃんが生まれました。え？いや、自分のこと会社名で呼ぶね。男の子と女の子。え？どっちだったら嬉しいですか？あれ？そんなあったっけ？そんな流れなんかあったような気がしないでもないな。マジで？いや、唐突だな。でもなんかさっきビアシが、なんか優しい女の人がこの島に来てくれたらって言ってたから、女の子。女の子。あー、チャオズじゃん、ほとんど。二人で
名前も考えたのですよ。名前ね、まあこれ結構重要だよ。ノーベルの梅の宇と、うん、夫のダオズから取って、ちゃう、西洋と思います。犬の名前ちゃうぞ、ちゃうわ。犬の名前感覚で子供の名前つけんなよ。ちょっとよく考えてしみようかな、もうちょっと。では、チゾウ。チゾウ女の子だよね、チゾウは。ああ。じゃあもういいよ、チゾウで。大切に育てます。まだ人間味あるからね。温かく見守ってやってください。チャウちゃんの方が可愛かったけど、チゾウちゃんだもんな。あ、まあ来るでしょうね。ちょっと待機してます。どうせすぐ来るんで。呼べよ。来なくない？呼べよ、早く。おい、集金じゃ、俺。金払え。ああ。お前、小銭しか入れなかったな。ああ、金払え。タンはお前、金入れろよ。お前、たくさん金持ってんだろ。いや、少なそう。あ、小遣い少なそうだもんな。25,540円。いや、地道に溜まるよね。ちまちまね。あ、チェンジババア待って、電話してない？え、来た、ついに。もしかして友達できた？できてねえわ。じゃあ恒例行事、本日のエノちゃん超大好物当てクイズー。はい、ということで、はい、やってまいりました。で、一つコメントでもらって、いやこれもしやと思ったのがあったんだよ。大好物牛乳じゃん。で、好物ブルーチーズなんだよね。で、ブルーチーズってさ、まあ、要はカビの生えたチーズじゃん。要はちょっと腐った感じのやつでしょ。で、牛乳でしょ。腐った牛乳っていうメニューがあんだよね、トモコレには。腐った牛乳大好物説あるんだよ。でも俺これ腐った牛乳持ってないんだよ。これどうするかなんだよね、腐った牛乳。ちょっと待って、手に入れる術がね、現状ないんだよな。まだ未だに俺出会えたことないんだよ。だって腐った牛乳説が今濃厚なんだよね。まあ、それ以外のやつをとりあえず潰していこうか。あ、コーンフレークあげてみようかな。コーンフレーク回ったわ。いらっしゃいませ。じゃあこれ買いましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。ちょうどいいじゃん。しかも俺も今日ね、朝ね、まあ、プロテインを飲んだんですけど、そのプロテインの味がシリアルミルク味っていう。だこのコーンフレークの後に残った牛乳の味のプロテインを飲んだんですよ。まあ、そんなになんかシリアルミルクって感じじゃなかったけど。うん。じゃあ、エソちゃんあげてみましょう。これちょっと決まっちゃうかもな。可能性あるよ。でも結構。いただきます。腐った牛乳だったらもうちょっとやばいけど、まあ、こっちじゃない。え、ちょっと待って。え、読めないんだけど。だってコーンフレーク牛乳入ってんじゃん。だからコーンはダメだったんだよね。あの味が入っちゃうと好きな牛乳も途端にまずくなっちゃうって。バグってるわ、味覚が。味覚がバグってる。今日も動画を見てくれてマジでありがとう。みんなのおかげでね、幸せな一日を過ごせました。今後もね、面白い動画バンバン作っていくんで、ぜひともね、チャンネル登録、高評価、そしてね、過去の動画も見てください。ということで、コーラでした。またね。